はい、冒頭意見あります。まず、10月20日深夜、ニューヨーク時間、20日午前中ですが、国連総会第一委員会において155カ国を代表してニュージーランドが、そして20カ国を代表してオーストラリアが、それぞれ核兵器の人道的結末に関する共同ステートメントを行い、昨年同様我が国もこれらの共同ステートメントに参加いたしました。両ステートメントはいずれも核兵器のない世界に向けた各国の強い政治的意思を示すものであり、我が国の安全保障政策や核軍縮アプローチとも整合的な内容であることを踏まえ、我が国としてこれら双方に参加したものです。我が国としては唯一の戦争被爆国として軍縮不拡散イニシアティブ NPDI における取り組み等を通じ、核兵器のない世界の実現に向け引き続き国際社会の現実的かつ実践的な取り組みを主導していく考えです。私から以上です。昨日岸田派から2人も新しい閣僚を輩出したということなんですけども、今のお気持ちというか総理として。はい、私たち、政策集団の仲間が評価され、そして入閣したことは歓迎すべきことではありますが、ただ安倍内閣自身今これからこの臨時国会を前にして、その力が試される時です。大事な時であるからして政府全体としてこのしっかりと一体感を持ち協力をしていかなければならないと考えます。大切な時だからこそ責任も感じなければなりません。各閣僚一致結束して臨時国会に臨んでいきたいと考えています。今朝 NSC 協議があったということなんですけれども、はい、本日から矢地局長が韓国の方を訪れているということで、はい、APEC で、日韓首脳会談に向けてのなんか模索という形なんでしょうか。まず矢地局長につきましては、総理の指示を受け、各国との、各国の、カウンターパートとの、関係構築を、進めてきています。今回の訪韓も、その一環であり、韓国におきまして、キム・ガンジン、韓国国家安保室長など、関係者と、会談を行い、安保政策あるいは北朝鮮情勢、さらには、日韓関係などこの幅広い意見交換を行うものと、考えています。よって、今回の矢地局長の訪韓はその日韓首脳会談、等を、目的として、訪韓するものではありませんが、こうした、日韓両国の、ハイレベルの間で、さまざまな意思疎通を図るということは重要であると考えます。こうした各レベル各分野での意思疎通を積み重ねることによって、政治の高いレベルでの意思疎通につなげていきたいと考えます。昨日平壌の方に代表団を派遣するということを決定しましたけれども、その時期という時期に関しては今のところまだ発表されてないんですけど、はい、時期そしてどういう人と会談することができるのか、どういう人と向こうは対応をしてもらえるのかということに関しては何か決まっていることはありますか。はい、昨日官房長官からも明らかにさせていただきましたように、今回その代表団を派遣してこのしかるべき立場の人間に対して拉致が日本にとって最重要課題であるということ、また
調査の現状について、このしっかり質問や疑問をぶつけて、この状況を、まあ、についてしつつ、まあ、質問をする、これはこういったことは大変重要だと考えています。まあ、そういったまあ観点で、まあ派遣を考えているわけですが、具体的に誰に会うのか、あるいはいつ派遣するのか、この具体的なことにつきましては引き続き北京の大使館ルートを通じまして、調整を行っています。まあ、現状まだ調整の途中ですので、今時点ではまだ決まっておりません。まあ、できるだけ早く、まあ、調整を行い確定したいと考えています。家族会からはそのちょっと拙速じゃないかと、何か確信があって、こう何か結果が出るっていう確信があって今回の派遣に至ったんでしょうか。この、まあ、こうした問題については、まあ、オールジャパンで取り組むことは大変重要だと思っています。よって、拉致被害者のこの家族の皆様方をはじめ、多くの関係者の声には真剣に耳を傾けなければならないということで、さまざまな機会を通じてこのご意見を受けたまってきました。しかしその上で政府としましては調査を前に進めるという観点から、先ほど申し上げましたような点を重視しながら今回派遣を決断したということであります。ぜひ今後とも関係者の皆様方の意見については真摯に耳を傾けていきたいと思いますが、方針につきましては、政府全体として、総合的に判断した次第であります。すみません、日本テレビなんですけれども、はいはい、昨日に大臣の交代ということで、今朝の閣議閣僚懇などで、ですね、はい、今後の政権運営について、安倍総理から指示、もしくは各閣僚から意見など出ましたでしょうか。今日の閣議においては、予定された議題を予定通り進めたものと受け止めています。ご指摘のような発言は特段ありません。はい、大臣、はい、法庁の派遣時期はまだ決まっていないということですけれども、はい、一部報道で27日からという報道もありまして、大体そのあたりが軸にはなってくるんでしょうか。いろいろ調整をしております。その27日という情報がどこから出た情報か私は承知していません。引き続き調整をしております。さまざまな、調整やり取りをしているのではないかと想像しますが、具体的なものはまだ何も聞いておりません。大臣、今朝ほどその旧大臣会合、NSC が議題とかですね、決定事項ございました。議題中身は南スーダンの PKO に関する議論でありました。詳細は控えますが、官房長官から何らかの明らかにできる点は明らかにされるものだと思っています。大臣、します。冒頭 その国連総会の件なんですけれども、ややニュージーランド案とオーストラリア案という性格の異なる声明、今年も両方賛同ということなんですけれども、そのアメリカの核の傘にありながらですね、唯一の被爆国として、という日本という立場があると思うんですが、改めてこの今回その両方に賛同されたことについて、昨年もこのステートメントへの参加についてはさまざまな議論がありました。ステートメント自体ですね、人類にとってこの大きな願望であり、この核兵器のない世界というものは大きな願望であり、それに対するアプローチはさまざまなアプローチが認められる、こういった内容でありました。こういった観点を観点を見た上で、観点から我が国のさまざまな政策との整合性が確保できる、こういった判断に基づいて昨年も参加いたしましたが、今年も参加を決定した、こういったことです。すみません、ありがとうございました。はい。